子供が YouTube って何見てんのヒカキンとか見てんのああ、ヒカキンも見てますし、うん、ウルトラマンとかよく見て、最近ウルトラマン見てます。なるべくこう、戦隊ものは見せないような感じにしてたんですけど。なんで凶暴になっちゃうのまあ多分その懸念もありつつ、 あの結構グッズとかも大変じゃないですか、欲し、ね、いって言い出すと。なるほど。だから、上の子はあんまりうまくいったんですけど、見ないでも。なんか下の子が、どんぐらい前ですかね、半年前ぐらいですかね、からウルトラマンとか、あの戦隊ものとかに、なんか急に寄っていって、<laughs> すごい見るようになっちゃいましたね。あの 前回のサークルスの時は、リンゴの木でやったじゃないですか。あ、まアンドアールで。うん、で、僕は一日受付やってたんですけど、はいはい、初日の方は。一、うん、回でアンドアールの前にテント張って受付やってたと思うんですけど、うん、なんか一つちょっと気になったことがあって、うん、すごい宅急便が <laughs> 届いてたんですけど <laughs>、 いろいろ買ってんのかなと思って。<laughs> <laughs> あの日に届くようにしてあったの。あ、そうなんですか。うん、いや、ちち毎日、毎日あのノリで、うんうん、あのノリでなんか、宅急便頼んでるとしたら、どんだけ買い物してんのかなってちょっと思ったんですけど。<笑>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 してない。なんかすごいちっちゃなものから、<laughs> おっあの、大きなものまで。はい、来てたね。そうですね。また来たよ、みたいな、あんな感じで。<laughs> <laughs> そうそう頼んだものだけじゃなくて人からも来たりするからさああそうですかうんうん、うん、いやなんかあのー、ガジェットの話を結構よく最近してるじゃないですか <laughs> うん、うん、で美穂さんも YouTube いろいろ見てるって言ってるんで <laughs>、うん、ガジェット系のね、えー、なんか、うんはい、新しいガジェット買ったりしたのかなってちょっと思ったりしたんですけど買ったよ <laughs> なんですか。<laughs> <laughs> それは、坂本さんに、はい。あの、今、誕生日ちょっと持ってこようかな。<laughs> <laughs> なんと、じゃーん。見えますか <laughs> 箱。<laughs> <laughs> まだ、大事にしまってありますね。<laughs> 使ってください <laughs>。<laughs> じじゃゃまだってこれこれねもうあの、はい、この前ちょっと片岡さんうちに来た時に「これは何ですかこれは何ですか?」ってすごい言われましたよほら <laughs> 本当うん「あ何これどうしたの?」って「美穂さんにお誕生日プレゼントでもらったんだ」え <laughs> み 選ぶみたいな感じになってましたよ。どういったものでしょうそれ。ちょっとあんまりこ、こちらからのモニターだと,ちょっと見えない <laughs> インエクスチェンジですよ。よあ、ちょっと、ちゃんと開けられない私が。ほら、いろいろな、いろいろなやつがあるよ、はい、っていう。<laughs> <laughs> あの、刺すやつでさ。そうそうそう、刺すさ、そう。はいはいはい。やつでさ。 なんかあれなのね。ヨーロッパの方だとさ、<う>タイプ C に全部統一させ、うん、さ、されるとかっていうのが、決まったとか決まってないとか。うん、そんなニュースがありました、ね、だから、この C になったりとか、はい、ほら、いろいろこう、できるやつ。はい、A になったりとか。はいはい、そうです、そうです。<ー>便利、便利グッズ。あ、ちょっとこれ差し口違うじゃんっていうことになったとき、ほら、 持ってると便利ってやつにしましたて,て <laughs> <ー>こ,これをねこれをね美穂さんがねお誕生日プレゼントに選ぶっていうところがね <laughs> ちょっとみんなで衝撃、はい、今まで私いただいたことがあるのは大体いい作家さんのお皿とか <laughs> そういうなんていうクラフト作家さんのもの系が多かったんですけど、うんはい、いきなりこっちかいみたいな <laughs>。<laughs> そうそうすごいでしょでしかもこうやってちゃんとキーホルダーになってるので何かにつけとけばあ困ったっていう時にはすぐ出てくる鍵忘れたら意味はないけどっていうものでございますこれもやっぱり YouTuber が紹介してた感じですかえん、えー、とねしてたやつじゃない,ないんだけど なんかこう、いちいち線を変えるのがめんどくさいなと思って、なんかこう、口を変えればいいんだって思って、で探したの。でアマゾンで買ったの。<ー>だからそんなにこれが、あのー、これは本当に YouTuber がすごくおすすめしてるとかそういうのはし、全然知らない。片岡さんも、これ持ってた、俺エイトだったけどって言ってた。うなんかこれ今、 て天<ン>うん。なんだけど、バージョンがもういくつもあって、えー、うん、って言ってたよ。へ、えー。そうなんすね。いや、なんかさ、ほら、器も多分いっぱいあるし、坂本さんも、の好みはわかりますけれど、<laughs> なんかあの、たまにはね、誕生日に、 何かあってもなくてもいいような何かこう邪魔にならないものがいいかなと思って <laughs> ありがとうございますいやでも私もね iPad 買った時はねあの河合、うん、先生あじゃない美保さん先生に教わって、はい、YouTube 先生これを見なさいみたいなのも言われて、はい、でも結局同じ同じものを買いました <laughs> <laughs> iPad も いろいろな用途に使えるような感じがしてきたかなっていう感じがして、うん、確かにあ、僕は持ってないんですけど、<laughs> いいなっていう感じはしてますね。はい、だってあれでしょアップル系じゃないもんね。携帯も違うしね。あま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 あ。うん、そうですね。いやでもまあパソコンは Mac ですけどね。あの、リュウザキさんが好きなさ、ホットキャストあの、リビルドだっけ それでアップル製品の新しいやつのなんか解説みたいなの最近の,の回のやつやってたでしょあーまだ実は聞いてないんですよねあ,<ー>あ<ー>そうなんだこないだみんなで作業しながら聞いてたんだあなんかかかってた <laughs> <laughs> 私だけ2階にいたからなんかシ <laughs> ーンとして中で作業してたけど <laughs> あリビルド聞いたんですかやあの庭の庭 ラジオを新しいやつ聞いてないからって言ってみんなでじゃあそれを聞きながらやろうって言って作業をしようって言ってみんなのからの作品が届いたやつの検品とかちょっと写真撮ったりデータ入れたりとかいう作業をしてるときに庭のオを聞いててポッドキャストってさほら登録しておくとさそれが終わるとさ自分が他の登録したやつにこうどんどん移動していくでしょ それで出てきたの。ああ、登録してるってことですね、じゃあ。してるよ。だってなんかほら。ビビ <laughs> ビルド。<laughs> <laughs> そんなに聞いてはいないんだけど、はい、長いからさ。<laughs> そうですね。そ、うんはい。ただそのまま出てきたから。そっか。なんか私途中でちょっと降りてったりとかすると、はい、この人たちは一体何を聞きながらやってるんだろうって思ってた。<laughs> そういうことだったのね。<laughs> うん 大体みんなのおすすめのポッドキャストは入れてあるの。みんなからちょっといろいろと情報を聞いて、あれがいい、あれがいいって言われたやつは、とりあえず入れてある。うーん。そんな美穂さんのおすすめのポッドキャストは何ですかえ、庭のアラジオだよ。<laughs> あ <laughs> <laughs> あ、なるほどあ。ニアノアラジオは確かにおすすめですね。ね<え>僕もそう思います、うん。そうですね。愚問でしたね。<laughs> DJ ドラゴン。<laughs> <laughs> そうですね。<laughs> それ以外にじゃあ、登録されてるやつはなんかおすすめありますまあ、ニアノアラジオはもう言うまでもないと思うんですけど。うん、どんぐり FM と、<laughs> あと、あの、最近ドラゴンも聞いてるっていう、チャポンと行こう。 <laughs> あーはい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 白いっすね <laughs> あとオーバーザーさんあーはいはいはいえっ、ー、と何ですかあの2人の女性がやってる、ね、そうそうそう全数のやつ僕はまだそれそっちは聞いてないんですけど一応美穂さんに勧められて、うん、あの一緒ですよ登録はしてありますほ、ね、ら <laughs> してあるんじゃんよでもちょっと本当になんかね うーんどうかな女の人の、なんか中年の人の話だから <laughs>。どうかな女の人には多分大人気。すごい人気だと思う。多分なんか対象みたいの撮ってたよね。ポッドキャスト。そうなんすかうん。あと家電最前線とか、新しい家電について話して、<laughs> あの <laughs>。へ、えー。 こんな、なね、冷蔵庫とかがいいよとかそういうやつとか、はい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 。あとは流行り物通信簿ってやつとか。へえー、<laughs> それも知らないっす。<laughs> へえ<ー> <laughs> なんかそういうのを、うん、見てますね。一応落語とかもね、とか、あとほら、浜口さんのおすすめの熱量と文字数。 うん、はい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 。あれも聞いてます、うん。結構聞いてますね。聞ききれなくないですかあ、だってもう、う超倍速で聞いてるか <laughs> そうだ。なんかこの前に、庭のラジオ、1個前のエピソードをシェアしてもらったときに、うんうん、おすすめは1.5倍速ですって書いてありましたよね。<laughs> そうそう。<laughs> 1.5倍はちょっともうなんかあの、 脳の処理が追いつかなくないですか会話の。内容に。<う>追いつきますうん。庭のアラジオとかはさ、喋るのそんなにほら、自分も早くないから、全然大丈夫。僕結構あの、ニュース系も、ポッドキャストで聞いたりするんですよ。で、ニュースとかは、なんかもう、1.5倍だとちょっと内容がこう、頭の中を、なんていうんですかね、もうただ単に文字が通過していくだけになっちゃいますね。<laughs> 内容が頭の中で処理できなくなっちゃいますね。そうなんだ。私、YouTube とか、あと、ニュースピックスとか、もう全部、倍速。録画したテレビとかも倍速で見てる。えー、もうそういう脳になってるんじゃないの <laughs> あの、なんか、倍速対応みたいな。どうして早く喋れないんだろう。<laughs> 倍速倍速ボタン作ってどっかに、うん、倍速でしゃべりたいあのちなみにこれってもう始まってるんですか <laughs> <laughs> すいません質問ですえと始まって始まってないですねいやまあ始まってはいますけどオープニングにまだたどり着いてないですね <laughs> あ、はい倍速で <laughs> はいそうですねじゃあ とりあえずオープニングをちょっとつ通過する感じにしたいと思います。そ,それでは庭のアラジオエピソード18をお送りします。お送りするのは私、湯崎と。美穂さん <laughs> <laughs> 私、川井美穂と坂本です。はい あ、ちょっと美穂さんちゃんとレジュメ読んでないでしょう。順番書いてあるよ。台本 <laughs> 読んでください <laughs> <laughs>、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> いつも私最後だったような気がしてさ。いや、あのですね。うん、なんとなく書。ああいう用順にしてるんです。僕は一番最初に行くんですけど、その後はああいう順に並べてるんですよ。うんうん、なので、うんまあ そう、片岡さんでも河合さんの前ですし青木さんでも河合さんの前にあるんでと、うん、いうことじゃないですかね大村さんもそうですしねそうかそれでかなるほどうっかり <laughs> いやーね倍速って言ったら前ボクシングもなんか倍速で見るって言ってましたもんねうん、うん 録画してたやつね。それってすごいよね。うん、<laughs> どこに決まってるかとか見えるのかなちゃんと <laughs> うーん。しかもなんかもうボクシングをこう倍速で乱すと、うん、普通の速度だと物足りなくなっちゃいませんあ全部スローモーションみたいに見えちゃうんじゃん。いいところは普通にする なんか、どこでいいところっていうのがわかるの <laughs> 通り過ぎてから、通り過ぎてから戻るの。<laughs> 戻して。うん、まあでもなんか、スピード感があっていいって言ってましたよね、確か。うんうん。うん、そう。はい。じゃあ、今回は、グリテのそれからは、おやすみです。おやすみというか、まあ、昨日も一つ前のエピソードを実は撮ってるので、今回は、えー、ありません。 なので、続いて、えー、まず、ニワノアのグループ展のお知らせをしたいと思います。この度、ニワノアでは、サークルス、ニワノアマンスリーエキシビジョン2021と名付けたグループ展を開催することになりました。2021年5月から11月までの間、ニワノアアートクラフトフェア千葉2021に参加予定だった作り手の皆様をグループに分け、毎月1回、千葉県内のギャラリーなどを会場として行っています。 次回の開催は10月2日土曜日から10月5日火曜日までギャラリーリンゴの木アルリールにで開催するサークルズボリューム6です。グループ点の詳しい内容は特設ページをご覧ください。URL は https コロンスラッシュスラッシュド .info スラッシュサークルとなります。続いて ご来場に関してのお知らせです。今回のグループ展、入場は無料です。ただし、このコロナ禍での開催ということがあり、安全名を配慮し、土日の午前中は予約制とさせていただきました。ご予約いただける入場時間の振り分けは、10時から、11時から、12時からの3枠となっております。入場予約なしのフリーの時間帯においても、 人数制限がありますので、確実にご覧いただきたい方は、入場予約をお願いいたします。入場予約専用サイトの URL は、https://yourno.stores.jp です。また、会場での、えー、展示販売後には、ウェブでの販売も行いますので、そちらもぜひご活用いただければと思います。以上となりますが、 グループ10サークルズの情報は、のあのウェブサイトや SNS で随時情報を発信していきますので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。というわけで、えー、もうどこが始まりなのかわからないぐらいな感じになっちゃいましたけど、はい、<laughs> はい。えー、っと、今回は今そのお知らせをしたサークルズの取材をさせていただいた件についてま話をしていきたいなと思ってます。 で、今回は陶磁器の高木浩二さんのところに坂本さんと美穂さんで、えー、取材に伺ったということですよね。はい、はい。まずじゃあ、うん、高木さんの、うんまあ、簡単な庭の方にいただいてるプロフィールをざっと紹介させていただくと、はいえー、千葉県で30年ほど楽しく焼き物を作っているということで、うんうん、これ、最大 という技法を中心に作品を作られてるっていうことと、まあ、料理が美味しく見えるシンプルな器を目指してるっていうふうに情報いただいてますね。はいはい、で、この最大っていうのはどういった手法になるんですかね。美穂さん分かりますあのー、よくなんか最近陶器の話で出てくる、あの、化粧、 土っていう、化粧土っていう、生クリーム状の土とか言ったりとかしてるの、言っ、はい、てるんですけど、それを、なんか、あのー、白とか黒とか、赤じゃなくて何色って言ってたっけなんか、何色か、色をね、うん、あのー、はい、つけたものを、うん、ベースの土に、こう、ポン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 と、スポンジでお化粧するみたいに、 あのつけてる気法をへえ<ー>、うん、で実際、えー、とサークルス次回のサークルスに向けて庭、うん、の,あの YouTube の方で流す庭のテレビの、えー、収録も、えー、ともうしてると思うんですけどそれに向けてあの一部作品を先に送っていただいたりしてると思うんですけど。うん えとまあ、ど,どんな感じの作品が届いてた感じですかね基本的にはやっぱり器が中心ですね。はいうん、であと一部、えー、とお願いして植木鉢をお願いしてるんですけどなんか最近はそのサイデイっていう、まあ、その作り方は、まあ、ベースは一緒なんですけど それにプラスして銀ととかかね、ね。入れたりとかしてますよ、ねうんうん、ちょっとあの<う>食べ物を載せた時にこうきれいに映えるようなっていうのをすごく考えられるみたいでインタビューをしてる時とも常になんかそのこれにこういうのを載せたらみたいなそういうことを考えながら作ってるっていうことは形とかも含めてなんですけどもちろんすごく感じましたよね。うんはい 今ちょっと僕の方もインスタグラムを見ながら、えっ、ー、と、話してるんですけど、はい、そうするとこの、なんて言うんですかね、この、なんとも言えない質感なんで、えー、こう、なんて表現したらいいかわかんないんですけど。うん。なんかこう、均一にならないように、色をつけていっていて、はいはい、その、なんて言うのかな。 薪でさ、焼いたりとかしてると、そうやって自然に、あの、色がさ、火が当たったところとかが、こう、色がちょっと違うとかっていう、そういう風合いな、はい、景色がつくっていうようなことが起こるんだけど、うん、これは本当に、自分で、そういう風に、なんていうのかな、景色を作ってってるから、うん、うん。なんかこう、自然に、 なるように、なんていうのかなふ。いやらしくなりがちなんだよね。こういう風にすると。うん、だけどそれを、がすごく自然で、なんか、多分高木さんもそれをすごく気にし、あの、なんかこう、すごい思いのままにやるんですかって聞いたら、なんか、思いのままにやるとすごいことになっちゃうからって言ってた。 から多分その辺とか気をつけながら多分やってると思うんだけど <laughs> なんか最近はキラキラしてるの好きとか言ってたよね <laughs> 言ってた <laughs> なので銀とかまあ金とかもちょっと入ったりとか、うん、まあそこもまあなんて言うんだろうなべったりこう金っていうわけじゃなかった銀っていうわけじゃなくて少しこうかすれた感じとかまたそこもね いやらしくならないような形をすごく上手に、うん、上手にっていうのも私が言うのもんなんですけれども、<laughs> <laughs> はい、作ってらっしゃるなって本当に思いました。そう。あのー、ホテルとか、うん、料亭とか、そういうところで高木さんの器って使う、あのー、使われてることが多いんですって。はい、で、 なんかずっとそういう、なんかこうホテルからの仕事ばっかりしていたんだけど、なんかこのところは古典をずっとやっているのね。なんか年、あ、なんかちょっと今の。 このところこのところ、はい、このところって言ってておかしかったんだけど2年くらい前に、はい、結構そういうホテルやっぱりあのオリンピックに向けてっていうのもあると思うんですけどホテルがたくさんできた時期ってあったじゃないですか<ー>新しく。だからそういう時にいわゆる超高級なホテルリッツ・カールトンとかあリゾートとかそういうところから。 まあ、何千枚というかそう千枚単位での注文が入るっていうようなことをおっしゃってたんですねうん、うん、でも、うん、高木さんってお一人で作ってらっしゃるんですよ本当にあのアシスタントさんがいるとかそういうことではなくてだから基本的に自分で同じ形のものをずっとこう作り続けてっていう時期があってでその後まあこれだけやってるとやっぱり まあねあ、飽きちゃうっていう言い方はあれなんでしょうけど、あの、収入的にはすごくいいけど、でもやっぱりなんかこう、すごく型に、ね、はめられちゃうような部分があったんで、うん、あの、ここ、その先に古典を入れてらっしゃったそうなんですね。で、去年くらいから古典、まあ、を中心にした、そういう作家活動としてやっていたときに、ちょうど、まあ、コロナに、ね、なってしまって、うん っていうこともあったんですけれども、でもやっぱり古典っていうことになってたので、あのギャラリーでやるっていうことで、割とコンスタントにあの開催することができて、それでまあ自分のやりたいこととかはこうやれてきてるのかなっていうようなことはおっしゃってましたよね。うん。来年はねもうね海外に行くんだよ。 三つぐらい海外が入ってるって言ってたよね。<ー>すごい。どちらの国かわかるんですか中国かな。うん、うん。うん。中国でも香港とかも入ってましたよね。確かに。うん,うん。うん。すごいですね。高木さん自身も行かれる感じなんですかね。まあでも行けるんだったらね。 行った方がいいと思うし <laughs> う今こういう状況だから、わ、うん、かんないですよね。なん行けるかどうかなん。旅行とか、<あ>うん、すごい好きなんだって。うん。へ<ー>だから車でね、ドライブしたりとかっていう、ほんと千葉とか走ったりとか、うんうん、気分転換に走りに行くとか、そういうこともあるらしいですよ。うん。立山の方に行ってみようとか、ちょっと思い立って行くとか。なんかきちんと、 えっと、何時から何時まで働いて、あの、例えば10時から5時までとかっていう風に働いて、で、帰って土日は休むとかさ、そういう、なんか、ちゃんと決められて、タリズムで生活をしているので、なんか、休みの時は結構、南房総の方とか行かれるって言ってた。<ー>うん。千葉すごい好きなんだって。<laughs> うんなんかねう海があるからすごいいいよね千葉はってすごいいっぱいお店も知ってそうだったよね、うん、でじゃあまあ今お住まいになられてるのは千葉市の方ですよねあそうですねうん工房とあのご自宅は今別々になっていて、うん ああ、そうなんですね。はい、はい。で、今回、じゃあ、取材に行かれたのは、えー、工房の方に取材に行かれたということで、うん、そう。じゃあ、どうですかね。どんな感じの場所だったかとか、<laughs> <laughs> <laughs> お聞かせいただければと思うんですけど、なんでその、なんでその、<laughs> そのあの、含 <laughs> んだような感じの流れは、 <laughs> 行く前にすごいところだから覚悟して来てくださいって言われたんです何度も <laughs> そうなんですか <laughs> そうですねで実際のところはすごいところ,ところなんでしょうかう、ね、あの川さんとちょっとね別々に行ったんですよで現地で落ち合おうねって言って<ー>でまあそんなに迷わないだろうなと思ったんですけど二人で、うん まあどこにいる?」どこにいる、はい、って言って、まあ、とりあえず落ち合った先に多分このこの木の向こうじゃないかなって思うんだけど <laughs> みたいなそういう,こう入り口だったんで <laughs> <laughs> 多分この奥に家があるっぽいよって<そう> <laughs> さすが坂本さんはちゃんとちゃんとそこにたどり着いてたんだけど、はい、私はたどり着けてなくて。 でもう「今どこにいる?」って言って <laughs> 同じような風景なんだけど落ち合えなくってでも多分そのうっそうとしたこう木の茂る手前に、まあ、車を止められるスペースがあって「この車は私なんか高木さんの車のような気がする」ってそれは昔からの庭の,あの駐車場とか。 かかりとかやってるから、ね、<laughs> はい、なんとなくこの、この車がそうな気がするとて <laughs> <laughs> そこでじーっと待ってたんですけど。ね、ようやく。そう。うん。あとやっぱナビでさ、住所を入れてもさ、う,ん、うんと、ばっちりたどり着けばしないの。ところ。えだざ,ざっくりしたじゅ住所っていうか。ね、たどりつ私だって、 住所入れたたけけどり着けなかったあ同じその住所で、うん、こう周りのね道がねぐるっと回ってるからね、うん、どこが接道して家にあるのかっていうのが分かりづらかったんうね。言われなかった坂本さんに言われなかったらそのあの奥に家があるって思わなかった えあれは家くさかったよ <laughs> 覚悟してきてくださいって言われてるのはここくらいだろうっていう話を見るとでも、あのー、千葉って言ってもちょっと広いからどんだけのこう場所なんだっていう感じに聞いてるかと思われちゃうかもしれないですけど場所的には。 千葉北インターとかそのあたりすごく好きでどのね畑の近くだったのだからそんなに自分も昔四街道住んでてその辺はよく通ってたんで地理感はあるんですけどそんなに別になんか田舎って感じじゃないじゃないですか行ってしまえば何もない場所っていう感じではないですよねね近隣にねお家もあるんですよお家とかあとなんて言うんだろうな 自動車工場みたいなところだったりとかいうのもあったりとかするんですけどだから入り口を探すす。のが大変でなるほど。それはそれでまた面白いですねあの辺に逆にそういうところがあるっていうのもまたちょっと面白いなってんかこう,うん、うん、時が止まったスポットみたいなやぶの中に入っていくみたいな感じ。うんうんね だっってて号とか取ってますもんねあの辺、うん多分本当一本ちょっとちゃんと出れば16号への抜け道みたいな道で交通量も多いところなんですけど、うん、そこからちょっちょっと入っただけなんですけどね <laughs> <laughs> <ー>本当にそうでも今日ちょっと「あの江の朝市」っていうのやってて、はい、でそこであの いつも出てくださってるつづりなさんっていうお花屋さんがあるんですけれども、そちらのあのつづりなさんのくにえさんっていう、まあ、親子でやってらっしゃるんですけど、お母様の方が、あのずっと高木さんのところに、陶芸を習いに行ってらしてて、あそこ行ったなーってすごく言われました。<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫だったみたい大丈夫だったっていうのも思たすごいですね, <laughs> なん,ですねなんかあそこあそこ踏んで歩くところでここは体重をかけちゃいけないところとかいっぱいあるのよって <laughs> <laughs> あ分かりますみたい <laughs> えそれはあの もう建物の中に入っての話てう、ね、そうですそうです。あそこはあといろんなものがあるから、こう裾の長いスカートとかは履いてっちゃダメ。倒しちゃうから。<laughs> <laughs> ああわかります。<laughs> あとあの車の中には殺虫剤を絶対持っていく。 わ <laughs> かります。<laughs> もう全部。早く言っと、聞いとけばよかった <laughs>。三脚を持って歩くのも、ちょっとドキドキで、そうよ、そういうものは胸の前に抱えて歩くのよ。わかります。<laughs> うん 皆様の想像を膨らまして、<laughs> どういうところなのかなっていうのをぜひ考えていただけると嬉しいんです。もう、久しぶりにあんなになんかもう、車のドア開けた途端に、蚊がブワーってもう、<laughs> てて黒かったもんね。<laughs> なんか、黒いものがブワーってなるみたいな、ね。<laughs> そう。マジっすか。うん。やばいと思って。 で人一倍蚊に刺されるから、降り立った瞬間、坂本さん、坂本さん、虫よけ持ってる。<laughs> って、車にたまたま積んであったから、はい、これを、みたいな。それはでも、車、なん,なんか入ってきちゃいますよね、うん、そんなに。そう,そうそうそう。うん、だから殺虫剤が必要なのよ、うん。そうなんですよ。虫よけスプレーじゃなくて、殺虫剤も必要なんです。 なんかね,そ,うねそ,うそこでね聞いた話だとまず降りる前に周りにシュッて巻いてそれから降りるそうすると車の中に入る被害が少ないみたい <laughs> あびっくりした本当ににんかもう一匹二匹が入ってきたとかそういう感じじゃなくてもう、はい、うわーって入ってきて <laughs> <laughs> うわ今の今の手がもうすごかったっすね <laughs> いや、この車に絶対乗りたくないっていう感じで、そうしたらちゃんと高木さんが殺虫剤しましょうって言われて、私初めて車に殺虫剤撒、ま、くっていう、ちょっとびっくりしたんだけど、でも刺されるよりも殺虫剤の中に自分が入った方がいいと思って、シュッてやってもらった。<laughs> なんか車の中ちょっと白かったもんね。それ, <laughs> それも嫌ですね。でも確かに殺虫剤、<laughs> これから密室になるのに殺虫剤巻くのもちょっと確かに結構抵抗ありますね。<laughs> <laughs> どっちがいいんだろうな <laughs>。そう。窓は、窓も開けられないしね。うん。でもやっぱあの量の蚊が入ったっていうのを見てたら。巻くね、殺虫剤。うん。うん、<laughs> そうなんです。あれにね、なんかね、<laughs> 入るって言ったらねなんか蚊に何匹刺されるかっていう人体実験みたいな感じだもんね。うんうん、ほんと <laughs> 本当にすごかったもんね。あとちょっとなんか雨上がりだったっていうのもあって、うん、ちょっとなんかこう<ー>ムシムシしてたのもあったのかな。うん、でもでもやっぱり蚊がいるっていうのはスタンダードみたいだったよ今日話を聞いたところによると。<laughs> そうかうん、だからみんなあそこに通ってる生徒さんは車の中に殺虫剤が入ってるって,言って <laughs> なるほどね、うん、すごいなんかすごく本筋から外れてるけど <laughs> <laughs> もうだってもうすごい <laughs> すもうそれが一番印象的だったんだもん。 まあでも、高木さんは全然それでも平気なんですよね。うーん。一応ね、一番最初にあんまりの蚊がす、の凄さに、でもね、蚊取り線香とかも耐えてなかったから、あの、もうはい、一番最初にかけた言葉が蚊に刺されないんですかって <laughs> 言った。<laughs> <laughs> <laughs> こんにちはの前に。そしたらなんか、<の>刺されますよ、はい もう毎日刺されますみたいなこと言ってたよね、うん。でもなんかそれを全てもう超越してるみたいな。<laughs> 千人のような感じ。た、うん、<laughs> まいで。うん、そう言われて、<laughs> そっか、みたいな。<laughs> でもなんか、あの、刺されなさそうだけどね。赤 <laughs> 木さん。<laughs> まあ、じゃあ、 まあ話がすごい逸れたと思うんですけど、はい、今いただいた話の中だとあれなんですね高木さんってそのそこの工房でも、あのー、ちょっと前まではやってたそうなんですけどあとそのほかにあの外部あの外でカルチャースクールのようなところにあの行って教えるっていう。 先生として教えるっていうことをもうすごい長くやってらっしゃったって聞いてます、うんうん、25年だったっけうん、うん、だから一番長く続けてる生徒さんは二十何年やってたってねうん、うん、いやそれは相当な腕前なんじゃないんですかってうん、うん、思いますけどねじゃあ今はその,その取材に行かれたところではお、うん、教室でやってなくて はやってないいみたいですねあとあの、うん、そちらのカルチャースクールの,その先生ももうおやめに本当つい最近までやってらしたのおやめになってなでもうこれからは自分の作りたいものを作りたい形でっていうふうにおっしゃってましたへえ<ー>、うん、あそうなんですねそう何かこれから何作っていきたいですかみたいな話の時には なんか植木鉢だったり、牡蠣だったり、はいうん、なんかそういうのをやっていきたいな、みたいなことを言ってたんだけど、うん。多分、同じものをずっと器をね、そうやって、あの、ホテルとかに注文して作るとかっていうと、本当に同じものをずっとずっ作っているっていうのが、うんと、なんか、 あの、結構辛いみたいなことを言ってたので、ああいう植木鉢とか柿とかは結構一点物っていうかなので、なんかそういうところもちょっと気楽に作れていいみたいなことを言ってて、<ー>これからはちょっと手びねりみたいなのもやっていきたいなって言ってました。なんか高木さんの作品ってろくろで引いたものか、うん あとは、型で作ったものの2種類なのね。うん、で、手びねりっていうのは、えー、っと、紐状にしたものをそうそうそう。電動ろくろで作ったものか、っていうことだ。そうだ。あの、ろくろで作ったっていうか、うんうん、手回しろくろか、うんうん、電動ろくろかっていうことなんだけど、うんうん、回転が緩いと、もうちょっとその、なんていうのかな、 遠心力とかそういうことでさ、ビシッとまっすぐなものそう、何作れなくもうちょっとなんていうのかな。歪みが出るう。うん。そう。景色がこう、ちょっとこう、出るみたいなのをやってみたいっていうことなんだと思うんだけど。うんうん、あとね、オブジェとかも良さそうじゃないですかって,ってね。そうそう,そう <laughs> どうですか <laughs> うん でもすね。ねすごく見てみたいですね。うん、なんかすごく印象に残ったのは、あの植木鉢を作ってて、はい、で、あれって素焼きした時で割れちゃったんだっけなんか、作って乾燥させてた時に割れちゃったんだっけなんかでちょっと割れて、うん、縁が割れてしまって、でもその縁が割れちゃったのが、すごい面白い形だなと思って、 で,で焼いてみたらまたそれがすごくいい感じに焼き上がってなんかもうそれが意図して作ったものじゃないんだけれどもなんか,なんかこう古いまるでこうアンティークっていうか,なんか昔からあったものみたいな佇まいになってすごく面白いと思うんだよねってすごくなんかすごく推してたのがあって。<laughs> でもなんかそれも多分その今までやってきたその綺麗に仕上げる美しく同じに仕上げるっていうものとはちょっと多分一つ変わった、うん、ステージが違うものなのかなっていうところでそれをすごく気に入ってるって言ってたのがまた多分これからこうやってみたいね今美穂さんも言ってたけどそういうところに通じるものなのかなっていうのはお話を伺ってて。 印象深いところでへ、ねうん、えー、今のインスタの状態でいうと1枚目にあるものとかあそうですねですはいはいそのちょっと欠けた土が欠けている状態だけれど、えーうん、素敵ですね、うん、多分これに例えば植木鉢なんですけど土を入れてどんな植物を入れるかによってまた景色は変わってくると思うんですけどはいはいうん、うん、そう高木さんはなんか インスタ以外、あのー、なんていうのかな。連絡のつけようがないっていうか、<laughs> あの、<laughs> <laughs> 他あんまり何もやってなくて、なんかパソコンも持ってなくて、はい、えっと、うん。なんで、なんか、インスタすごい世界が広がってよかったみたいなことを言ってましたよ。うんうん、これでも写真すごい、 綺麗にどれも撮れてますけど。そう。いい光で撮れるところがあるんです。一箇所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 。一所。すごく危ういところではあるんですけど。これを言ったら、あの、国枝さんもめちゃめちゃ笑ってました。 あそうですか。はい。生徒さん、<laughs> 元生徒さんも。はい。すごく。そうなんですね。あんまり深く聞かない方がいいのかなってちょっと思っちゃって、あまり踏み込めないんですけど。そう。高木さんはちなみにあれだよね。多分ね、庭の輪の、うん、あの、出展してくださる作家さんの、今回の最年長かもしれないね。あ、そうですね。うん。うんうん。でも庭の輪がね、 始まって割とすぐから出展してくださってるんで、本当にずっとこう庭の輪を見てくださってるっていうか、まあ参加することによって、もうこう庭の輪が最初は DIC でやってた頃のことも知ってらっしゃるし、その後女子公演に移ってからっていうこともね、もちろん知ってて、庭の輪に対してなんかこうした方がいいとか、なんかありますかみたいな。 話もしたんですけど、えー、庭ノアは、いいんじゃないのこのままで。変 <laughs> えることころはないでしょうって <laughs>。楽しいし、お祭りみたいでいいよね <laughs> みたいな感じだった。<laughs> ありがたいですね。うん庭ノア好きでいてくれるのは嬉しいですよね。えー、うん なんと、高木さんは、あの、プレ開催の時に、向かってくれようとしてたんだって。うん、そう、お友達知り合いの方が出てらし、うん、出展してたので、じゃあ見に行こうかって言って、DIC 河村記念美術館を目指したんですけど、車が渋滞しすぎて、途中で U ターンしたという、<laughs> あの、はい、あの伝説の<ー>。<laughs> ドラゴンと一緒だよ。はい。<laughs> いいやや僕は行きましたよ。中まで入りました、ちゃんと。えプレの時そうですよ。僕は、だって片岡さんと中で待ち合わせしてましたから、もう、あの、渋滞を乗り越えて、僕は中に入るところまで行きました。引き返してないですよ引き返してなかった。よかった。よかったかどうか分かんないですけど、もうだって片岡さんが中で待ってるんで、やばいと思いながら。そうなんです。というお話も。 明かされました。今回のインタビュー中に <laughs>。うん。なんか比較的ね、若い作家さんがチャレンジしてくれることが、うん、あの、応募してくれることが多いんだけど、はい、やっぱりね、そういう高木さんみたいな、もう何十年もやっている人も参加して楽しいって言ってもらえるのはすごい嬉しい。うん。うん そうですね。す僕は何にも NG はありませんよって言ってた。かなり、かなり、あの、面白いことをいっぱいインタビューでも話してくれてるので、庭の和テレビはぜひ見ていただきたいですね。<laughs> うんそちらではじゃあ、はい、そのちゃんとインタビューさせていただいただ、はい、ノーカット版でお送りいたします。 ノーカットなんだほぼほぼノーカット NG がないんであればノーカットはいちょっとそのあれですかさっき話してた工房の雰囲気なんかもうかがえるんですかねそっち見ればあまりうかがえないかもしれませんあそうですいあまり移動ができずもう固定カメラで撮ったのでなんかあれですかそのデモンストレーションやってみて いいいただいてるるとかそういうのもあるんですかあデモンストレーションはないんですけれども実際にあのこういうふうにあの化粧とつけてますみたいなそういう道具を見せていただいたりとかっていうのはありますねあとはもう作品をいろいろ見せていただいたのであのその辺はテレビの方でぜひご覧いただきたいです。はい楽しみにしてます。 あの、在料もしてくださるっていうことだったので、うんうん、サークルズの方では。うん、はい。うん、すごく、ぜひね、直接お会いできる機会があったら、うん、やっぱり、うん、こういう機会じゃないとなかなかお話できなかったりとかあると思うんで、うんうん、お願いね、したいですよね。すごいね、も、うん、あの、物腰も柔らかくて、うん。うん 陶芸家っていう感じじゃないのかなうそうでもないかななんか, <laughs> なんかね。<laughs> はい。なんかすごい、あの、なんだろう。なんて言ったらいいんだろう。野蛮な感じもないし、まあ、陶芸家の人が野蛮だって言ってるわけじゃないけど、なんかこう、<laughs> あの、<laughs> <laughs> どんどんやばい方向にている <laughs> 大丈夫ですか <laughs> <laughs> なんかこう静かに本を読んでたりとかするのが似合いそうな感じの人ですよね。うん、なんとなくね。そうですね。うん、うんうん。うんうん、あの何を聞いても優しく答えてくれそうな。そうでしかもその<当>話しかけるなよオーラは全くなくってな<い>こう話しかけやすい感じの方ですよ。うんうん はい。そんな高木さんは、えっ、ー、と、10月の3日ですね。2>, はい、2日目、日曜日ですかね。に、在庫をしていただける予定になります。はい、はい。あと、どんな作品を作られてるのか、みたいな話から、どんどん話が転がり続けて、<laughs> ここまで来ちゃいましたけど、<laughs> はい、一応今回、えっ、ー、と、庭のあの、サークルズの方に、えっ、ー、と、出展していただけるさ、 部品としては、えっ、ー、とまあ、お皿がメインで、あと、牡蠣だったり、植木鉢だったりっていうものをご用意いただいているという感じですかね。はい。まあ、植木鉢はかなり本当に何点かっていう、本当に一点ものなので、うん、数点っていう感じなんですけれども、基本的には器がメインですね。うん。 植木鉢もインスタ見てると何点かプロプロっと出てきたりして素敵な感じですね。かっこいいのすごい。うん,う,んうん。はい。ぼちぼち、そしたら取材の話はっていう感じなのかなっていう気がしますけど、うん、はい。何か 忘れてるもう蚊とと、うん、の話もしたから大丈夫です。<laughs> <laughs> あとあのー、先月からあのー、展示会の最中からどんなものがこう出てるかっていうのが見れるようにオンラインショップの方,を方でどんな作品があるかっていうのが見れる替えはしないけど見れるようになっているので。はははいはいはい、はいうん あの、なんか、うん、そうですね。うん。足を運べないとか、ちょっとな、どうかなって思ってる人は、なんか、見ていただいて、まあ、一番は来てもらうのが一番嬉しいんだけど、見てもらって、いいなと思って、うん、やっぱり見に,見に行って、触ってみたいっていうふうに思ってもらえるかもしれないので、よかったらね、見てもらいたいですね。はい。そうですね。うん。あの、 ウェブ販売をしているサイトの方に、うん、えと展示の期間中に展示会場の方で展示している作品が一応全部見れるような状況になっているってことですよね。うんうん、だから、まあ、もしそのどんなものが出ているのかっていうのだけでもまずそちらで見ていただいてちょっと購入はできないんですけど、うん、もし本当に気になられたらぜひ、まあ、見に来ていただいたりできればなという感じってことですね。はい じゃあ、高木さんの取材の件も大丈夫そうですかはいはい。魅力は伝えられました。<laughs> <laughs> 続きは、庭の和テレビで。<laughs> <laughs> じゃあ、今回はこの辺までにしたいと思います。はい。はい、よろしければ番組のご感想をお寄せください。 メールや SNS はもちろん、郵送でのおはがきなども大歓迎です。ツイッターの場合は、ハッシュタグ、ニワノアレディをつけてつぶやいてください。それと、過去の開催時に作ったニワノアステッカーがありますので、ご意見ご感想と一緒に、ご希望の胸をお伝えいただければ差し上げます。こちらは在庫がなくなったら終了となります。また、このポッドキャストは、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、 アマゾンポッドキャストなどでも聞くことができますので、そちらでフォローなどをしていただければと思います。それでは、庭のアラジオエピソード18でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。